にちは、松尾修造のこれ知ってます。今日のこれ知ってます。私といつもと違う服着てるかと思いますが、分かりますでしょうか。いつもはスーツね着てるんですけども、これスキーウェアなんですけど、私とスキーネタ多いと思うんですけど、ある提供者の方がおられましてね、よくスキーのいろんなグッズを提供していただいて非常に助かっておるんですけどね、これ見た目分かりますかね。あの柄がですね、毛糸の柄なんですよ。わかります？毛糸じゃないんですよ、スキーのウェアなんで。近づけたらわかりますかね。はい、スキーの柄で、こういう風な形で毛糸の柄を 3D で印刷して服にしているという非常に珍しい。ちょっと近づいたらわかりますか。はい、近づいてみました。どうでしょうか、わかりますでしょうか。今日の松尾修造のこれ知ってますはですね、この 3D で、毛糸の柄を、ウェアにしたという紹介でございます。もうそろそろ、3月スキーシーズンも少なくなってきましたけども、今年は寒いですが、雪もよく降ってますので、最後楽しんでいただきたいと思います。今日の松尾修造の、これ知ってますは、3D で撮影した毛糸柄のスキーウェアでした。さよなら。